二つの旅が終わった。一つは闇の侵食を止める旅、一つは離れ離れになった心を戻す旅。正直どちらも大変な旅だったが、私にできたことといえば旅の記録係、そして旅の終わりに残った2冊の旅の記録。しかし1冊目に残されたのはたった1行。いや、この1行を残すために1冊目はその役目を果たしたのかもしれない。それにしても波音とは一体誰のこと。覚えのない文章。はい、私は書いていませんし、メモは肌身離さず持ち歩いていました。いつ誰がどうやって書いたのやら。痛みを癒しに戻る。もしかしたら誰かが僕たちに助けを求めているのかも。詳しく調べてみよう。しかしどうやって。メモの他のページは白紙で、文字が消えていてもメモ自体に記録が残っているかもしれない。よいが始まるよ。そう、王様準備できました。王様準備できました。何か方法はないのかい。おかしくなっているワールドのデータを直せば何かわかるんじゃないかな。それならデータの中の誰かにメモの中を冒険して直してもらうってのはどうでしょう。地味にメモのデータの中を冒険。この謎を解明できるのは一人だけだ。